やっていきまーす。意外とうまそうでしょ。こんにちは。お疲れじゃん。現地来た。現地行ってる人結構いいんだな。いろんなところに愛を振りまいたつもりだったけど、俺から見てもお前らこんなんだったから、お前らから見ても俺らこんなんだったろ。ちゃんと見えてたかな。なんか緑チームがよく抜かれてたんだって、1日目とか。嬉しいですね。バカほど声出てたからさ、カメラマンさんが何かあったと思って寄ってきてたんじゃない？なんかあったと思うところにカメラマンさん、うわ、なんか起きたかって見に行くんだよね。だから俺とかフォイとか、おいちゃんとかもみんな声でかく、うわーい、イエーこれやるやるって言ってるからさ、うわ、何かあったんか。スト6ね、いや、俺はびっくりしたのが、スト6俺緊張してなかったんだよね。なに、してたんだけど、なんか怖いぐらいの緊張じゃなかったっていうか、スト6に関しては、攻撃が通らなすぎて、詰んだって感じだった。ラッシュの攻撃もそんなにその、練習してないから、で、相手がさ、ふいん、ふいんって来るじゃん。俺どこでラッシュしたらいいんだろうなと思って。いや、ちょっと強かった。単純に強かった。2戦目も勝ってたしね、ラムちゃん。そんな練習してたんだ。スト6に関してはちょっと練習足りてなかったね。ちゃんとプラチナ回とダイヤの差が出たなって感じだった。いやもう、出らん技出らんし、もう結構ミスあるし、そもそも。俺が経験してきたのって、その CR カップでほぼみんな同じタイミングから始めた人たちで大会しました。とランクマッチだから、同じ実力としかやったことないんだよ。だから、なんか、格上相手のスト6って、あんな感じなんだなって。もう手も出ないんだね。あれが格上との格ゲーなんかっていうのを、あのステージで体感した。初めて。はい。まあでもね、俺今回の、なんかハイパーゲームショー、なんか知んないけど活躍できたポイントが多くて、最後の格ゲーが勝ってたら、100点だったね。まあ総合得点75点としましょうか。フォールガイズもなんか知んないけど残ったしな。あれなんで残ったんだろう、フォールガイズ。会場する前に、練習時間が1時間ぐらいいろんなゲームの練習時間があって、オープンレックのスタッフとかに、スタッフさん下手くそっすねーとか言われてたんだよ、俺、フォールガイズ。まあでもほんと最後ね、頭おかしかった。なんかこう、俺、ああいうところで、人を邪魔するタイプの人間じゃないの。もう自分だけ生き残ろうってタイプなんだけど、目の前に立ってるオレンジが、繁盛っていうことを知った途端に、頭がカッて変わって、こいつだけは落としてやんないといけないなと思って、一緒にこいつ死のうとすら思ってたんだよね、俺。だから、ね、ほんと欲望が俺をおかしくした。繁盛におかしくされた、マジで。マジでカメラ映るために掴んでたよ。いや、あれがね、なんか繁盛に、なんか、俺の方、怒りが向いたというか、やっぱ繁盛だけはちょっと殺めてやんないといけないなと思った理由があって、控室とかで雑談する時間があったんだけど、繁盛と雑談してるとあいつおかしくて、スタミさ、この前お前脳焼き切ったんだべやとか言ってくんの。焼き切れたんじゃないんだよね。焼いたの自分で。焼いたことには変わりないんだけど、切れたと切ったじゃ運命の差があるから、しかも結構前だし、結構前なのよ。その他にもさ、ハイゲのさ、コラボ商品があったのよ、ご飯。めっちゃ美味しそう、めっちゃ美味しそうでしょ？で、それが、控室にも置いてあったの。で、これがジャスのチーズケーキみたいなやつなのね。で、これなんか乗ってるんだけど、いちごと焦がし砂糖みたいな感じで茶色くなんか表面がなってるやつが、控室には持ってきてもらってたのね。で、それを、なんか、話してたら、繁盛がトコトコトコって歩いてきて、なんだこれ切ったね。美味しくなそうやな、って言ってんの。こいつ、言ったろうかなと思った、マジで。俺、こういうの好きじゃねえんだよな。なんか、汚くない？なんかさ、チーズケーキのお湯汚いの嫌じゃない？とか言ってんの。こいつ、うわー、言ったろうかなと思って、その怒りが俺は、フォールガイズに向いたね。俺は。あーじゃん言っちゃあかんことを言ったなっていう。そしたら俺が落ちた。一番最初に。まあ、FIFA はね、よかったね。活躍できて。
FIFA は活躍できてよかった。決勝まで行きたかったけどね。熱かったな、俺も。最後のはね、流れが神がかってたね。打足さんのレッドもあれマジでナイスなんだよ。あれ超ナイスで。でも打足さんは、本当にテンパってた。ああって思ってた。俺はレッドじゃないよってなってたけど。あれ実際ガチナイスで。あれなかったら俺のプレイはなかったから。ロスタイム2分の。しかもゲーム内だから短縮されてる中の2分のあのゴールだったから。実際すごかったね、あれ。どういう映り方してるか分かんなかったけど。いや、でもね。俺的やっぱり俺の MVP は FIFA じゃん。あれは、マジで嬉しかった。でもね。でもチーム内で、オエちゃんっていう人間はクソでかかったのと、オニアとモコウさんの格ゲーはちょっと痺れたね。ちょっとね、別格だったね。まあもう言わずもがな、オニア VS モコウは、ちょっとね、エンタメとして質が高すぎたね。その一個前に加藤さんに、いやお前本気出すんだったらここでサングラス外していいよって言われてたんだよ。ああ、外されんだと思ったけど、ここぞという時でバン外して、モコウさんもバン外して、俺その後のオニアのさ、笑顔が忘れらんなくて。いや、ここ俺ね、いや、これマジでうるっとくる。これすごくない？なんか、今までのオニアっていうキャラクターがさ、伏線じゃん、すべて。今までのオニアがすべて伏線で、土壇場で勝って、サングラス外してこれだから。いやー、すごかったね。で、オエちゃんね。いや、オエちゃんは俺の中でかなりでかかったな、存在が。2個あって、まず1個目はマリオメーカーなんだけど、マリオメーカーはオエちゃんがすごい、得意としてるゲームで、俺はその、オエちゃんがプレイするパソコンの一番近い席だったんだよね。観戦席の中で。で、オエちゃんのその、感情とかを俺はずっと見てたんだけど、最後の最後で、オエちゃん沼っちゃって、もうテンパっちゃってるのよ。死ぬたびにね、隣の席のモニターを見るの、オエちゃんは。わーっつって。もう焦ってんだなーと思って。で、どんどんね、姿勢がこう、うわーってなってくの。もうストレスが体にすげえかかって。こう周り負けるためにこうやってチラッと見んの。あーってやってこうやって見て。落ち着いて、もう自分のことしか考えないで、もう自分の世界ではそこはあまり関係ないっていう声ももうこう通らなくて。で、最後負けた時に、あーってこのストレスが一気に解放されて。あーってなった時に、俺のレースでもうゆるゆる。必死だったんだよなーと思いながら。すごい、ほんと、プレイしてるときは、ペヨンジュンだよ。髪の毛もさ、すっごい綺麗に見えんの。おメガネもすごい似合っててさ、ゲーマー応援なんだけど、私が、シュワシュワ。で、あともう一つは、格ゲーだよね。なんか、格ゲーに向かうときの表情を俺、ガチでかっこよく見えてっていうかなんかね、ほんとにかっこよかったんだよね。しっかりと格ゲーに勝って。で、終わった後の、俺、コメントがさ、一個も本当にまともなコメントない中で、勝った後、めっちゃ落ち着いて、ちゃんとしたコメントしたの。もうギャップで、俺もう、あかん、殺すわ、と思って。ボロ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 って泣いてさ。いきなり綺麗になって、怖かったね。まあ、今後は仲良くしないんだけど。最高だったよ。もう、明日にはもう忘れたいね。この感情は。なんかちょっと危ない気がするんで。ジャスパーが二次会来なかった。いや、単純に体調不良あったと思うけど。ジャスはね、背負い癖みたいのがあって、それがいいところなんだけど、彼の。今回に関してはそのすごい重圧を感じてて。一ヶ月二ヶ月ぐらい前からずっと緊張するっていう話をしてて。もうドラフトですらすげえガチガチだったんだよ。で、その話をまあ聞いていて。ジャスの不安な表情とか不安な所作とか漏れ出るんだよね、すごい、すごい。その漏れ出たのをみんなが感じ取って答えてあげないといけないなっていうのが緑チームの一番の基盤というか、一番でかい中心にある柱だったんだよね。そのジャスから漏れ出る不安が。で、ジャスはそれを認識してないというか、自覚してなくて。多分今も認識してなくて自覚してない。チームの全員は、
絶対にそう思う、ジャスに答えたいっていう気持ちでゲームに挑んでたし、俺は絶対的にそれがあったから。だからなんか俺も結果が出たと思ってるね。なんか一つ一つのゲームに入り込めた、緊張なく。勝とうっていうだけだった、ほんとエンタメなしに。その他のリーダーの形っていうのが、まあ、本当に俺についてこいよっていうか、リーダーが基盤のこういう形というかさ。でもジャスのリーダーの形ってこうなんだよね。ドーナツ型というか、なんて言うんだろう。ジャスが真ん中にいて、それに、こう。その形がすごい美しいんだけど、なんか多分ジャスはそれを、でいいのかなと思ってるんだと思う。だからこその2位の結果だったと思うから。最後の挨拶でジャスが泣いちゃって、まあそこからずっとジャスはなんか落ち込んでいて、楽屋に行ってもなんか落ち込んでたんだけど。いや、俺はリーダーだなと思ったけどね。ジャスの思うリーダーとは違ったんだろうねって話だね。めちゃめちゃ良かったんだけどね。単純になんか飲み、なんかその後の打ち上げは俺も行けてないんだけど。ジャスに関してはなんか落ち込んでたっていうのより、なんか単純に緊張が解けて休みたかったんじゃない？ 2 ヶ月前から緊張してたらね、終わった瞬間にストンと来ますよね、そりゃ。来年もあるのかね。本当に演者が 100% 誰もがなんか見せるチャンスのあるイベントだから、加藤さんがね、控え室に来て、今日はありがとうございましたっていう話をして、俺は毎年思ってるんだけど、最高の配信者40人を集めたつもりですっていうスピーチをするんだけどね。で、その話をしてる時に俺は涙を流してしまったんですよ。本当に楽しいイベントだったなと。で、加藤さんこんなこと言ってくれてありがとう、呼んでくれてありがとうって余韻に浸ってて、さあ今日は疲れたし帰ろうと思ったら、なんか後ろからボーンってぶん殴られたの、なんやと思ったら、なんか暴動家がはーって笑いながらいて、お前決めタイミングで泣いてんな、みたいな。お前見んじゃねえよと思って。お前泣くタイミングわかんねえんだよ、みたいに着手に来て。チームごとに並んでてさ、緑チーム左端で、青チーム右端だったのに、あいつよう見てんなと思って、気持ち悪い。死ねよ。というわけで、ハイパーゲーム大会、第2回のハイパーゲーム大会、2日間ありがとうございました。画面越しに応援してくださった皆さん、ボードもね、ちらほら持ってきてくれて嬉しかったです。はい、というわけで、今回のハイパーゲーム大会、75点ということで、終演お疲れ様でした。スタミジャパンでした。また今後もスタミジャパンの配信よろしくお願いいたします。お疲れ様、さよなら。